皆さんこんにちは、チャッキーでーす。今回はね、前回から始めたね、腸活シリーズの第2弾ね、まあシリーズ化すると言ったんでね、ちょっと連続で紹介したいと思います。そして今回はね、まあ朝ごはん朝食にね、おすすめの簡単なね、腸活トーストを作りたいと思いますんでね、ぜひ取り入れてみてください。それでは一緒に作りましょう。まずは材料から紹介させていただきます。こちらね、納豆ですね。今回付属のからしはちょっと使いませんので、納豆1パックとこの付属のタレ用意しておいてください。そしてアボカドね、半分ぐらい使いたいと思います。食パン1枚。今回使う食パンはね、普通の食パンなんですけど、ライ麦のパンとか全粒粉のね、食パンを使うとさらに良いそうなんでね、普段から食べている方はもうそちらでやれば効果抜群です。はい、あとはね、ちょっと刺激も欲しいのでブラックペッパーを用意してください。材料は以上です。まずはこちら納豆ね、付属のタレを加えてもうグリグリと混ぜ回してください。そしてアボカド、今回はね、半分使いましょう。アボカドをね、グリグリと回転させながら切り込みをね、種に沿って入れちゃおう。あとは両サイドを持ってひねる。パカーン。ということで、この半分を使います。この残りはね、冷蔵庫にしまっとくんですが、なんとね、500ワットのね、電子レンジで20秒ほどね、チンしてからね、冷ましてしまっておくと変色しないそうですよ。あとはね、皮と身の間に沿ってスプーンをね、ねじ込んでくるっと一周回してあげる。はい、これでもう綺麗に外れます。そして今回はね、ちょっとおしゃれなトーストに仕上げたいんでね、面白い切り方を紹介します。はい、こちらね、皮むき器。この皮むき器を使ってこのアボカドをね、この太いところね、上から下まで削っちゃってください。グイーンとね、はい、こんな感じ。そしたらこのペラペラの状態ができますんでね、これを何個も作ってください。こういうやつね、とりあえずね、綺麗にペラペラのが作れるまでできる限りね、いっぱい作っときましょう。種があったんでね、その穴が出てきます。そこまで頑張って皮むき器で削っていきましょうかね。はい、どんどん作ります。あー、いい感じ。もうこれだけでちょっとこじゃれてるよね。はい、こんな感じね、ちょっと穴開いたでしょ。ここまでできたらね、残りはコロコロっと切っちゃってください。特に大きさはね、こだわりありませんので、コロコロっとサイコロ状に切ります。はい、これでアボカドのね、準備は OK。 ここまでできたら超簡単です。こちら食パンね、食パンの上に先ほど用意しとった納豆、いい感じに乗せてね、広げちゃってください。バババーンとね、どこをかじってもね、やっぱ納豆があるようにしといた方がいいんで、全面的に薄く広く伸ばします。やっぱネバネバしてるから難しいけどね、まあこんな感じでいいですかね。そしたらね、先ほどね、サイコロ状に切っておいたこれ、これをパラパラっと上から納豆に埋め込むような感じで盛り付けちゃってください。はい、これでね、ブラックペッパーをね、パリパリとかけちゃいましょう。はい、これで OK だ。あとはこのままね、トースターでこんがりと焼いていきます。まあ、パンの縁がちょっとね、焼き色がつくくらいで5分ほどですかね、焼いていきましょう。トースターにセット。それでは美味しく焼けちゃってー。まあ5分ほど様子を見ながら焼いてください。
焼けました。どうだ、うわ美味しそう。焼けたよ、焼けちゃいました。はいはいはい、うわ熱々で美味しそう。それではお皿にのせて、はい美味しそう。うわめちゃめちゃ納豆の香りする。そしてね、先ほど用意しておいたね、これこれ、このペラペラに切ったアボカド、なんかいい感じにくるっと丸めて上にトッピングしたら可愛らしいと思いません？こんな感じでどうだ。おリボンのようにね丸めてのしていきます。うわー美味しそう。ちょっと可愛くない？はい、今回もねそのままスライスした状態で折り曲げて盛るだけですけどね、くるくるっと全体的に巻いたりしたらね、あのお花さんのような形にもできます。あ、いいんじゃないこれ。はい、このね加熱されてとろける食感のアボカドとね、生でリボン状に切ったこの面白い形のアボカドを盛り付けて完成しました。朝から楽しく美味しく腸活納豆アボカドトーストの完成です。それでは今日もいただきます。うん、うまい。あ、最高。もう納豆好きにはたまらないと思いますよ。納豆が苦手な方はね申し訳ないですけど、最高にうまいです。うん、一緒に焼き上げてね、ちょっとホクッとしたアボカドとね、このネバネバ納豆が混ざって最高。うん、おいしいわこれ、やばい。まさかの腸活ですね。納豆にねたくさん含まれる善玉菌をね、食物繊維たっぷりのアボカドでね腸内で増やしても環境を整える、完璧ちゃいます？アボカドにね含まれるね食物繊維はね、こう水溶性食物繊維っていうらしくて、パーッと溶けてね善玉菌のね餌になる、そういった食物繊維らしいですね。なので腸内で善玉菌がねバンバン増殖して腸内環境を整えてくれます。うん、おいしい。ひらひらに切ったアボカドも可愛いですよね。これで半年後1年後はこのぽっかりお腹もへこんでるかもしれないんでね、こまめに楽しく続けていきたいと思います。はい、そしてね朝食といえばコーヒー。このコーヒーね実はめちゃくちゃすごいんですよ。腸活にめちゃくちゃおすすめのね、海外セレブの間で話題沸騰のコーヒーですね。めちゃくちゃうまいです。ああ、いい感じ。これはなかなかいいぞ。いや、なんかねこの乳酸菌とかの善玉菌がたくさん含まれててね、しかもね食物繊維もねたっぷり含んでるコーヒーなんで、こいつと一緒に納豆アボカドトーストを食べればもう朝から完璧な腸活ですわ。もちろんねヨーグルトなんかもね一緒に飲んでいただいても全然構いません。ヨーグルトもね善玉菌の塊ですからね。一応こちらのコーヒーはね、あの楽天さんとかでねお取り寄せできますんで、概要欄にリンク貼っときますんで、ぜひチェックしてみてください。まあ、今回は朝食なんでコーヒーとトーストですけどね、次回はね夜ご飯なんかで食べれるちょっとがっつりとした腸活レシピを紹介したいと思います。もちろんね腸活をしているからといってお酒を飲んだらダメとかもないんでね、それはもちろんね適度に量を守って飲むことは大切ですけどね、マッコリなんかね乳酸菌の塊なんで全然飲んでいただいても大丈夫ですよ。はい、ということでね今回はねちょっと見た目もおしゃれな
納豆アボカドトースト、朝の腸活におすすめのレシピ紹介させていただきました。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。質問やリクエストなどコメント欄に一言残しておいていただければ今後の動画作りの参考になりますのでよろしくお願いいたします。それでは次回の動画も見てね。